こんにちは。こんにちは。新発売のコーヒーを片手に焙煎師の頭の中をさらけ出すコウスケのコーヒーの話。今日は2022年版春コチをご紹介します。はい、よろしくお願いします。お願いします。今年の春コチは、インドネシアとルワンダをブレンドしました。まあ、今僕たちが持ってるコーヒー豆の中で、一番旬なものの中から2つチョイスしました。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。焙煎度は中入り、プロセスはウォッシュ度です。フレーバーノートはチェリーやオレンジ、紅玉の味わい、キャラメルのような濃厚な甘みと長い余韻です。では早速入れていきましょう。はい、今日はクラスのベーシックレシピについて入れていきます。はい、ちょっといつもより粉は多めですね。多めですね、うん、14g 1g 多い、はい。なんか冒頭にも話されてたコーヒー豆の旬について詳しく伺いたいんですけど、はい、旬なんてあるんですか？旬はありますよね、もちろん。やっぱりコーヒーも農作物であることに、ね、変わりはないんで、まあ、多分普段ね、皆さんご自身でご飯食べられてても多分感じることやと思うんですけど、はい、まあ、やっぱり旬の野菜、その季節季節のね、野菜であったり、まあ、果物であったりっていうのと、まあ、そうでない果物ってやっぱり全然こうみずみずしさが、ね、違うじゃないですか。で、僕焙煎始めた時に、まあ、ある方から教えてもらったというか、まあ、すごい未だにそれを大事にしてるんですけど、まあ、今考えたらそれって当たり前の話なんですけど、生豆の水分が味わいを持ってるんだよっていう風に、水分、うん、教えてもらったんですよ。はいはい、僕って、まあ、その時はまだ焙煎コーヒーを焼くっていう工程としかまだ捉えきれてなかったんで、なんかそれにすごいハッとして、やっぱり、まあ、生豆ももちろん収穫されて僕らの手元に届いて、でそこからこう経時変化というかね、時間が経っていけば経っていくほどその中の水分が抜けていくんで、まあ、要するに味わいが抜けていってるんですね。はい、うん、なので、まあ、その水分がこうみずみずしい、まだ生豆の内部に多く残ってる状態で、まあ、使いたい、まあ、使えるっていうのがやっぱ旬のうちにコーヒー豆を使えるっていう、まあ、うん、ことなのかなっていうふうに感じますね。届きたてで新鮮なうちに使える。そう、そうですね。まあ、だから何だろう、普段食べるものと少し違うのはやっぱりコーヒー豆っていうのは、まあ、日本でない各生産国で生産されて、で輸送を得て日本に届くんで、まあ、例えば極端な話、昨日取れた、一昨日取れた、収穫されたっていうようなスピード感ではないんですけど、まあ、今僕たち焙煎してて大事にしているのはやっぱり日本に、入稿、日本に届いてから2ヶ月以内に出す、まあ、要は1ヶ月間準備期間、まあ、これをどういうふうに焙煎しようかっていうところとかいろいろ考える時間に当てて、で2ヶ月目には出せたらいいよねっていうふうに動いてますね。まあ、もちろん時と場合によってね、そうでない時もありますけど、それで言うと今回この春コチに使ってるインドネシア、ルワンダっていうのは、まあ、今言ったようなね、条件をちゃんと満たせてるかなっていうふうに、はい、思います。ありがとうございます。はい、はい、では入りましたので、はい、いただきます。いただきます。人に入れてもらう、なかなか。どうですか？やっぱりクラスの焙煎ではちょっと深めな感じが全体的にしますね。うん、そうですね、確かに。今回は中入りですもんね。はい、中入りです。まあ、なんだろう、多分これぐらいを浅入りと捉えられてる方であったり、ね、お店の方っていうのも多分いらっしゃると思うんですけど、まあ、それぐらいね、なんていうんですか、明るさもしっかりあり、まあ、明るさ、果実味ですね、果実味もしっかり残しつつ、甘さをより引き出すことでね、バランスがすごい良くて、飲み応えもあって、焙煎度と酸味のバランスがすごい美味しく感じれますね。そのチェリーだったり、そのリンゴの結構しっかりした蜜のような酸味だったりが、
ちゃんと主張があって美味しいです。確かに蜂蜜、キャラメル、いろいろ甘みが特徴的ですよね。特にアフターテイストの、はい、旬の話でもあったんですけど、今出てる、はい、エチオピアハロとか、うん、エクアドルとかいろいろ出てるじゃないですか、シングルオリジンの中で、はい、それらも旬、いろいろ旬なシングルオリジンがある中で、なんで今回のシーズナルブレンドはインドネシアとルワンダを選んだんですか？まあ、なんだろう、インドネシアとルワンダってこうね、聞くとすごい、こうどっちもがちょっとね、あんまり普段飲まないコーヒーだから、こうキャッチーな感じに聞こえるかと思うんですけど、あんまり僕正直オリジンっていうのは気にしてないんですよ、ブレンド作りする上で。オリジンよりも見てるのは、まあ、もちろん味わいなんですけど、具体的に味わいのどの部分を見てるかっていうと、酸の、強度、まあ、酸の、強さの違いを見てて、まあ、要は、インドネシアの方が酸が強くて、ルワンダの方が酸が、まあ、比較的穏やかなんですよ。でこれが同じ、まあ、酸のなんていうんですかね、強度でいう同じこのラインに属してるとブレンドする意味がないっていうか、この縦にずれてるからこそそれをブレンドすることで、まあ、酸に複雑味が出るんですね、まあ、要はより立体感を出せるというか、まあ、それが一つなんですけど、あとはまあ今旬のコーヒーっていろいろあるじゃないですか、他に今言ってくれたみたいな中で、まあ、それを全部並べた時にもちろんその酸の強さを全部見ていくのと、あとはやっぱり、元々の素材の複雑味、要は複雑なものって別にブレンドする必要がないんですよ、僕の感覚的に言うと、もうそれ単体で、十分コーヒーとして成立してる、出したい味わいが出せる、まあ、その中で、今回で言うとインドネシアとルワンダは、まあ、複雑味よりよりこうすっきりとクリアな、コーヒーなので、まあ、要はブレンドする必要があるというか、ブレンドすることで、輝かせられるっていう風に感じてますね、まあ、だから酸の強度が違うっていうのがまあ大前提で、まあ、その中で個々のコーヒーが、そもそも、複雑味のあるコーヒーなのか、それよりはまあ質感であったり滑らかさ、クリーンなコーヒーなのかっていうところですね。はい、勝手なイメージで国と国の、その相性でイメージでやるんじゃなくて、もうこのインドネシアはこのルワンダはって考えて、その酸味だったり甘みのこの持ってる豆が持ってる強さで、ある意味ブレンドに向いてたみたいな感じですか？そうですね、まあ、ブレンドに向いてる、そうやね、ブレンドすることでより、それぞれを、まあ、際立たせられる、輝かせられる、ありがとうございます。はい、では本日ご紹介したレシピでぜひお家でも美味しいコーヒーを楽しんでみてください。またご要望やご質問がございましたらコメント欄までお願いします。では次回の動画までありがとうございます。ありがとうございます。